今日が開催初日の第59回朝日新聞社杯競輪祭。競輪発祥の地北九州小倉を舞台にして、今日から4日間熱い戦いが繰り広げられます。初日の第6レースを迎えました。一次予選競争です。ラインは3本、そしてこのレースは4番のエビネが欠場になりまして、小原は短期でということになっていきそうです。発走台に8人の選手がずらりと勢ぞろいいたしました。では対戦メンバー順を追って紹介していきます。1番は佐賀の山田秀明です。2番が青森坂本隆、3番京都村上博之、5番は福井野原雅也、6番神奈川小原大輝、7番は地元福岡の園田匠、8番和歌山西岡翔一、9番福島佐藤慎太郎。以上の8選手によって行われます第6レース一次予選競争。人気は近畿勢に集まりました。前は5番の野原雅也です。今回初めての競輪祭、近畿躍進の鍵を握ると言っても過言ではない頼れる自力型。そして後ろは3番の村上博之、前回大垣記念は5年半ぶりの優勝。村上にキレと安定感が戻ってまいりました。そして地元からは7番の園田匠、地元 G1 一戦必勝、いつものポーズ、発走します。集中力を高めていきます。今日は山田の後ろという競争、九州連携です。第6レースの一次予選競争、前傾姿勢が整いました。号砲鳴ってスタートです。まずは内から1番の山田秀明がゆっくりと前取りへと動いていきます。山田先頭、続いて地元の園田、3番手に2番の坂本です。その後ろには9番の佐藤慎太郎、北日本のコンビが3、4番手、さらにその後ろ5番手には3番の村上博之です。5番の野原が続いていって、8番の西岡、最後方に6番の小原大輝です。1周目の3コーナーから2センターに向かいます。ほぼ並びが整ったような感じ。前段は九州のコンビです。1番の山田秀明、近況なかなか歯車が噛み合わないこの山田なんですが、今年前半の勢いを考えればやはり侮れない存在です。山田前受け、後ろは7番の園田匠、直線電光石火の突っ込みがこの園田の真骨頂。直線ズバッと追い込んでくるか。九州連携先頭2番手、その後ろ3番手に2番の坂本です。小倉は好印象というこの坂本、直前の名古屋では逃げて粘るレースもありました。そしてその坂本の後ろには9番の佐藤慎太郎、ここ3場所はほとんど確定板を外しておりません。展開問わず直線突っ込んでいます。北日本のコンビが3、4番手、その後ろに注目、近畿ライン5番の野原雅也がラインの先導役です。前回豊富記念は3度の連帯、力強いレースで存在感を存分にアピールしています。初の競輪祭、臆することなく強気に攻めていけるかどうか。3番の村上がその後ろにマーク、8番の西岡は近畿ラインの3番手に続いていきます。この近畿勢を追っていくのが6番の小原大輝、切れ目から一発を狙う、そんな競争になっていきそう。今回欠場明け2場所目になります。体型は縦1列、3コーナーから2センターに向かいます。前段は九州のコンビ、1番の山田が後ろの動きを警戒しています。3番手は2番の坂本、前と少し車間を切りました。中段5番手に5番の野原雅也、6番の小原は最後方、後ろから5番の野原が動いていく、合わせ込んで2番の坂本も前へ前へ踏み込んでいくか。7番の園田は外に進路を取って1センターから2コーナーに向かうところ、前は九州勢変わりません。3番手2番の坂本、そして5番の野原は後ろに下がりました。6番の小原はスイッチして5番手に収まっている。鐘が入って3コーナー、後方から一気のスタートは5番の野原、野原が前を叩きに行く。そして腰を上げたのは1番の山田、山田も腰を上げていくんですが、ねじ伏せていきました。近畿ラインです。5番の野原が最終主導権、3番の村上が2番手、3番手8番の西岡翔一まで続いていけるか。1番の山田がここに飛びついて3番手を取り切りました。2コーナーから最終バック、最後方から6番の小原がまくり上げて、現在は4番手のアウトあたり。前段は近畿勢、3番の村上が2番手、車間をかなり切っている。3番手1番の山田が縦に踏み込んでいけるか。4コーナー回って前は野原、野原が先頭、後ろから村上がきっちり捉えたか。3番の村上博之、あとは9番佐藤慎太郎。6レース一次予選競争、野原が最終主導権を握って、
車間をかなり切りながらの追い込み、余裕たっぷりの追い込みが決まりました。ただ2着は佐藤慎太郎が混戦の中、どうやら突っ込んできているような感じ。3番の村上博之、あとは佐藤慎太郎、さらにその上は1番の山田秀明。2着体勢微妙なところなんですけれども、わずかに佐藤慎太郎が優勢なんでしょうか。あとは山田秀明が続いて、野原はなんとか一次予選クリアの4着あたりでの通過かと思われます。決定までもうしばらくお待ちください。6レースの模様でした。決定、1着3番、2着9番、3着1番。小倉競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式36470円、枠番連勝単式36510円、車番連勝複式3番9番820円、車番連勝単式3番9番1100円、3連勝複式1番3番9番2940円、3連勝単式3番9番1番11040円、ワイド3番9番290円、1番3番520円、1番9番800円。以上でございます。ただいま小倉競輪7レースの発売中でございます。ただいま第7レースの選手紹介を行っております。出走表の通り出走します。このレース第6レースの決定をお伝えします。1着3番村上博之、2着は9番佐藤慎太郎、3着1番山田秀明。払い戻し金です。2車単は3番9番で1100円、3連単は3番9番1番で11,040円でした。その他の掛け式の払い戻し